このブロッコリーが2026年度から国が定める指定野菜となります。指定野菜は消費量が多い野菜のことを言うんですけれども、キャベツですとか人参、トマトなど現在14品目ですから、ブロッコリーはおよそ50年ぶりに15品目の指定野菜になるわけです。ではなぜ指定野菜に選ばれたのか、そしてどんな影響があるんでしょうか。今日はブロッコリーに迫ります。郡山市のスーパー旬屋せんべい。人参に大根、そしてネギ、指定野菜がずらっと並ぶ中ありました、ブロッコリー。100個以上あるこの山が毎日売り切れるんだそうです。開店から多くの人が買い求めていました。ブロッコリーは普段食べられますか？毎日大体食べてる。今日の朝も食べてきました。大好きですね。常に常備しておきたいっていう感じですね。野菜の王様とも言われ、栄養が豊富なブロッコリー。特にビタミン C 豊富に含んでまして、で調理も手軽にできますし、その辺がやっぱり人気の理由なのかなと思ってます。この店では今年に入り売り上げは去年の倍近くに増えているといいます。人気のブロッコリー、国の調べによりますと出荷量はここ10年で3割増えていて、これが指定野菜となった理由です。指定野菜になると一定価格を下回った場合、国が生産者に安くなった分を補助するため、安定供給にもつながります。安定した供給がなされることで価格的にも安定してくると思いますので、その辺でまたさらに売り上げが伸びていくのかなという部分は期待しています。安定供給、生産者からも期待の声です。今回指定野菜っていうところで、一つ話題に上がって、ぜひ皆さんに県内産のブロッコリーを食べていただければなと思います。いわき市の野菜農家、白石長俊さん。肥沃な土地で栽培する野菜は味が濃いのが特徴で、現在ブロッコリーの収穫が最盛期です。美味しい食べ方を教えてもらいました。水ではなくビタミン豊富なブロッコリーの茹で汁を活用します。ブロッコリーは茎も入れ、キャベツに人参など野菜を入れ10分ほど煮込み、最後に少量の鶏ガラスープの素を入れるだけで出来上がりです。うん、甘い。甘いですね、はい、ブロッコリーってこんなに甘かったでしょうか。そうなんです、甘いんです。じっくり煮込むことで茎の部分も美味しく食べられます。手軽に美味しく食べられるブロッコリー、ますます目が離せません。はい、福島学院大学の准教授で管理栄養士の田村かなみさんによりますと、ブロッコリーはビタミン C やベータカロテンが豊富などで抗菌化作用が高い、免疫力アップにつながると。またタンパク質も豊富で、アスリートにもおすすめの野菜ということなんですよね。食べます？大好きなんですよ。マヨネーズにつけたりシチューに入れたりするのも好きですね、うん、柔らかくなって美味しいですよね。そんな古賀さんに、ブロッコリーは寒さに強くて霜に当たると糖度が増して甘くなるということですので、美味しい時期に食べて風邪予防もしていきたいですね。